千代ちゃんの通学路は、川崎直隆による日本のコメディ漫画、月刊コミックフラッパーにて、2014年5月号から2018年10月号まで連載された。女子高生、三谷も千代が登下校中に遭遇する、奇想天外なエピソードを1話完結形式で描いたギャグ漫画である。作品内の大部分では通学路での登下校シーンと、 若干の自宅での様子のみが描写され、授業風景や部活動など、学園生活はほぼ語られない構成が特徴である。コミックスでのキャッチコピーでは、エクストリーム投稿コメディと称され、ゲーム的に高等無形なアクロバティックアクションから、下先三寸の応酬によるナンセンスな駆け引きまで、格話ごとに変化に富むドタバタ劇が展開される。作者の川崎直隆は先行して、 成人向け作品での活動実績があり、成人向けでは2012年から2013年に単行本を複数刊行しているが、2013年に短編作品街の角からでメディアファクトリー主催第9回 MF コミック大賞のフラッパー賞を受賞。コミックフラッパー掲載の本作が初の一般向け商業連載となった。川崎は K の自名義で発表した米の国からなど、それまでにも陶芸校中の出来事を描いた漫画を執筆しており、別の雑誌で発表した投稿中の少女と男性の追いかけっこを描いた漫画のキャラクターデザインとストーリーが川崎の満足のいくものだったことが本作を執筆するきっかけとなった。また川崎はコミックフラッパーでの連載に向けて、 ゲームセンターを題材とした漫画の構想を練っていた。ものの、プロットを読んだ担当編集者の助言により執筆を見合わせた経緯があった。その後、川崎はコミックフラッパーの新人賞受賞式のホテルの一室で、これら二つの要素を結びつけ、本作の原型を作り上げたという。なお、本作の連載開始前、作者が送った連載ネームに数ヶ月間担当者の 返事がなく、編集長に、直談判したエピソードがある。川崎は、執筆に当たりある程度気象点結を意識しているが、ゆえに、難しさを感じると、ゲームスパークとのインタビューの中で述べており、最初は通学路という制約を逆手にとって、何でもありな感じで乗り切れた。でも、最近は、キャラクターの存在が大きくなり、プライベートな側面も見たいと思った結果、 通学とは無関係のストーリーも時々描くようになった。ただ、それをやりすぎると投稿漫画というコンセプトから逸れるので、そのあたりの調整も難しいと話している。川崎はストーリーの構想に必要なものとして散歩の時間をあげており、その理由として散歩しながら地形を見るだけでなく、知らない場所を歩くという状況を得られることを挙げている。主人公。 チオがうゲーマーであるという設定は、川崎が海外の PC ゲームに傾倒していることにも由来しており、特に、ハーフライフ2については、本作の根幹をなしていると川崎は、ゲームスパークとのインタビューの中で述べている。なお、作中でチオが通う、サメ島学園は、作者の過去の成人向け作品にも登場している。毎晩、オンラインゲームに興じて、夜更かしをしている。 自称、中の下を行く女子高生の三谷餅雄は、いつも、遅刻の危機と戦いながら、自宅から学校まで、徒歩通学している。しかし、彼女の登校する、通学路には、予期せぬ、道路工事による通行を止め、微妙な距離感の同級生、細川由紀の出現、道を塞ぐ、暴走族のヘッド眉太子との遭遇など、あらゆる障害が待ち受ける。 遅刻を回避しての無事な投稿を目指す地をであるが、たびたび危機に遭遇し、あるいは無用な危機を誘発しては無茶苦茶な打開策を繰り出すことで、悪友野々村真菜ともども、意図せずして、さらなる沈騒動に巻き込まれることになる。2018年7月から9月まで、東京 MX 他にて放送された。公開が当初予定より半年遅れとなり、 このためアニメ放映期間中に原作が最終回を迎える結果となっている。三谷も町役の大空直美と野々村真菜役の尾身川千秋がパーソナリティを務めるウェブラジオ、千代ちゃんの通学路中の下を行くラジオが2018年7月5日から9月27日にかけて各週木曜日におと泉にて配信された。ありがとうございます。